よし、準備完了。ゆめさんこんばんは。こんばんは。今日もだけど2回目のドラクエ配信やりたいと思います。よろしく。問題がこの下の橋を渡ったところから突然モンスターが強くなるんだよね。この下、ここからがちょっと怖いんだよ。あー、早速出た、リカントマムル。よかった、ラッキー。あ、こいつはそんな強くねえわ。声が聞こえない。嘘、声聞こえない。嘘、マイク入ってない。あー、え、嘘、マイク入ってると思うけどな。これで聞こえるかな。これで、あ、よし、聞こえるね、聞こえるね、聞こえるね。オッケーオッケーオッケー、聞こえるわ。なんでやろう。ちょっとこれはあれだな、ちょっと問題だな。なるほどな。まあまあまあ、ちょっと考えよう、また後で。まあとりあえずいいや、これで行こう。聞こえます、オッケーオッケー、じゃあ行こう。よし、なんでやろな、ちょっと困ったなこれは。あー、出た、キメラ出た。もうこいつ嫌い、こいつおる。あー、もう17も食らった。え、これ無理じゃね。次さっき攻撃してくるでしょ。うん、でギラー、え、死なない、死なないか。でまだここを一旦耐えるから、もう一回や、うん、あぶね。で次も耐えるから、死ね。オッケー、おー、やっと初めて倒した、キメラ。強っ、キメラ強いって。マジか、キメラもう相当強いな、こいつ。ちょっとどうしよう、呪文で。32回復した。32か。で薬草もう一個使っとこう。さあちょっとこれ街中、これ入る意味あるんかな、これって。これ入る意味あるのかな、ここに。なんかでもアイテムとか落ちてそうだよね。いた、毒。あ、なんかある、なんか光ってる、あそこ。これ毒を、何それ、な、悪魔の騎士。ちょっと待って、ちょ、無理、大丈夫かな。42。あ、でも眠った。最悪。あ、もう何なんそれ、ひどくない。ちょっと光ってると思ったのにね。やってるんですよこれを。だって、あ、ここからダメだ。ちょっと回り込もう。なんか絶対あれいいアイテム落ちると思ったんだけど、あー、なんか怖い。ドラゴン絶対強いやん、ドラゴンって。もうラリホー、なんで、え、無理やん、この街無理やない。ちょっと待って、無理、マジで無理、マジで無理。そう、キメラをなんとか倒したい。19か、強いな、やっぱ。あ、でも俺の方が先攻撃してる、さっきから。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、俺の方が先攻撃してる。いい、いい、いい。キメラもこれなら倒せそうだ。はあ、534。でこれなんだ、死にゲーなの、もしかしてドラクエって死にゲー、もしかして。ちょっと最近ちょっと思うけどさ、ドラクエって死にゲーなの。
あー出たー、だいぶ近づいてきたんじゃない。なんでなん、なんでなん。呪文使っても変わんないな。よーし来た来たー、いいよー。レベル11、力が5ポイント上がった、素早さが4ポイント、身の守りが2ポイント、最大HPが7ポイント上がった、最大MPが10ポイント上がった、最高62ポイント上がった、あたたたたたたた、強くなった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 よ。てめえ君らかかってこいや。鎧の騎士どうだ、ちょっと今はあれ、あぶねー、よしこれで55、来いよ鎧の騎士でも何でも来いよ、やってみろよ、倒してやる倒してやる。てかこっちの方が先早かったぞ今。いける、マホトン、いけ、あっ倒せ、死ぬんだ、よし。いやーでも逃げて守りね、まあそれはまあしょうがないにしても、よかったよかった。なんか変わったの、戦士の指輪つけて。うわー何こいつ、また知らんやつ来た、なんか影の騎士、騎士なの、骸骨やん、色が変わった骸骨やん、さっきから色違いのポケモンばっかり出てくるんだけど。めっちゃ食らう、もうなに、あんた影の術、つかんだ食べまじで、つかんだまじで、つかんだまじで、つかんだまじで、別のあっちの右の町ってちょっとね、あの武器確認してみよう。鋼の鎧3000ゴールド44、52か、いいね。ちょっと3000、鋼の鎧欲しいかも、いるかも。ビエルはですね、あのベーコンレタスですね、はい。OK ですか？この毒の海って言っても大丈夫なのかな？毒の海って大丈夫言って。意外といけるね。めっちゃ強いかな、ここめっちゃ強いかな、大丈夫かな、強いかな、どうだろう。あ、メーダか、お前メーダ出てくるのね、メーダ、あれメーダめっちゃ弱くなってる、知らない間にメーダ弱くなってる、俺あんだけメーダ強い強い言ってたのにメーダ弱くなってるわ、なんだよ全然メーダー強くなってねえじゃねえか、弱くなってる、メーダーメーダー、さよならメーダー。それだったら T って何、 T って、あったー、警官値上がった、嬉しい、レベル上に力7ポイント上がった、素早さ5ポイント、身の前3ポイント、最大 HP が1ポイント上がった、やだー、リレミトって何、洞窟の中から出した、すごい、いいじゃん、洞窟の中から脱出。お、おいん、あお、
普通に抜けれちゃったよ。大丈夫？この辺強くない？あ、なんか全然こっちなんか毒の海だし、あんまり行っちゃいけないところかななんて思ったけど、意外と行ってみてなんか普通だね。うん、まあ青の城近いじゃん。てかあれなんか水、この辺大丈夫？まだ大丈夫？まだ大丈夫？行って大丈夫？行って大丈夫？ツヤツヤ出ない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 。なんかわかんない、わかんないわかんないわかんないやつ出た。どうだ？あれ強くない、全然強くなかった。あー全然強くなかった。逆に行く普段しなわけ。町着いたじゃん。やった、町普通に着いた。リムダールの町ですわ。武器、うわーすごい、魔法の鎧ゴジッツ、たっけたっけな、おい魔法の鎧たっ、え、でも 55? なんだって、歩くと HP が回復する、何回でも使える、すごいぞ。 HP が回復する鎧だって、そんなべ、そんななんか素晴らしいものがあるんですか。ちょっと待ってよ。あー鋼の剣、まあちょっと上がるぐらいか。せっかくちょっと上がるんだったらまあ買っとこう。鉄物もいらないでしょ。でなんか話しかけてるとなんかいいことある。どあんた道具屋なんだ。あ、キメラの翼だ。ちょっとあった方がいいかも。なんかいいこと教えてくれない？うん。宿やね。魔法の鍵を売る店があると聞いてあったけど、そんな店はどこにもないですか？ないんだ。魔法の鍵売る場所ってか、魔法の鍵そろそろ俺も欲しいよね。なんて？古き言い伝えだ。ロトはこの地の西の端に石の橋をかけたそうじゃ。そして魔法の部屋の隠されたる入り口に闇に入ったと聞く。あれなんか結構なヒントじゃない？なんかすげえヒントな気がする今の。わかんないけど今のすげえヒントなんじゃない？なんか今めっちゃいいヒントをもらった気がしたんだけど、気のせい？魔王の城にはあれなんか分かりやすい道順から行くべきじゃないっていうことかな。なんだよ、指しなかったらいいの。なんやねんそれなんやねんそれ。フードかわいい、ありがとう。なんだ、油性子を指輪くらい身につけなくてはそれをたしなみ普通だからって。おい、外したら外したでけなすんかいてめえは。ひどいな。魔物の良さはどっかな取られるし、今更マイラに戻れないし、途方法見つからなかった。鍵を持ってない。まあ一応休んどこう。カッパじゃないよ、これパーカーなんだよね。ぐらい？てかなんかこの城の周りちょっと行けたよね。もう6個ったらおそらく何してるか。プンプン6個誰？あ、もう外で帰り待ってるみたいな。ちょ、ここなんかあるよね、ここ。何ここ、やった！やった！魔法の種だ！ついに手に入れたぞ、魔法の種を。魔法の種じゃねえ、魔法の鍵だ。俺はついに魔法の鍵を手に入れた。ん？命の木の実。何？ああ最高じゃん。おお。
なんだって、どういうことやろう。雨と太陽が合わさるときに虹の橋ができる。なんかすごく大事なことを言ってる気がするな。わかんない。雨と太陽が重なるとき、なんかすごい大事なことを言ってるよ。ここはアレフガルドに古くからある言い伝えじゃよ。そして私が聞いた話では、太陽の石というものがラダトーム城に眠る。ラダトーム城ってどこだっけ。まあ、とりあえず魔法の鍵が手に入ったということはすごく嬉しい。カッパで池で皿洗いしてんの、くしゃみしていい、どうぞ。カッパって池で皿洗いして、さあどうなんでしょうね。よし、とりあえずね、この辺まで来れたっていうのは本当にでかいよ。ここ来れるもんなんだと思った。はい、ザコ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 にはか興味がないのです。どこ行けばいい？ちょっと魔王城近辺に行ってみるか、せっかくだし。多分行けないんだとは思うけれど。なんだ、この辺はあんま強くないんやね。ハローアレサ、ハロー。なるほどね、行けないということ。魔王城には行けないと。魔王の城には行けないってことね。この辺はなんか全然なんか強いモンスターが出るとかじゃなかったんだな。知らなかった。もっとささっと言っとけばよかった。もっと早いうちに言っとけばよかったね。全然と思ったら窓、あ、で魔導士はそんな強くないか。うん、魔導士強くないね。虹っていくもがあったら虹できないよ。あ、そうだね。うーん、とりあえずもうちょっと下に行ってみるか。もしかしたらちょっと橋渡ったらまた強いモンスターが出てくる可能性もね、あきにしわらずだし。と思ったら鉄のサソリ出てきた。鉄のサソリ出てきた。と思ったら別に鉄のサソリそんな強くないね。怖いよ、この辺から怖いよ。ギラがそんなあんまり意味がないね。ちょ、この辺り、この、どう鉄のストリー、なんか暇、なんで暇なの。ゲーム実況を見てて暇ってどういうことですか。ゲームを見てくださいよ。なんかあるね。ちょ、橋渡ってみたけど大丈夫かな、これ、ね、ゴールドマン、ゴールドマン出ちゃったー。なあ、マジゴールドマン硬いわー。でも自分もまだまだたくさんあるんだよね。ここは何？あ、なんかいる。ちゃなんで暇なの？おかしくない？そなたがロトの血を引く誠の勇者ならその印があるはず。愚か者を立つな、なんでだよ。なんだよ、勇者の印、勇者の印みたいなものがいるってこと？キメラ出た。会心の一撃強い、ありがとうございます。会心の一撃を倒せた、やった、ありがとうございます。おい、見唱えるんかい、あんた。ドラクエリアつもりはですよね。まあ、俺、いつもあつ森の動画ばっかり出してるせいでさ、あつ森のファンがね、まあ、たくさんいるっていうのはわかるよ。だけどね、まあ、見てよ、ドラクエもさ、別に。ね、あつ森の時って俺、あんまりさ、何、その、できないじゃん、雑談が。だから、せっかくだから、そのね、雑談をしようぜっていう。OK？あれ、キメラの翼なんかどこで買ったんだっけ、わかんなくなった。まあいいや、とりあえず道具でキメラの翼使おう。水素の音じゃないよ。
魔法の鍵、魔法の鍵。よいしょ。まことの勇者は盗みをせぬはずだ。あ、しませんよ。私盗みなんてしませんよ。335ルートにあるだ。魔法の鍵を見つけた。やった。不思議な機能を見つけた。翼を見つけた。ありがとう。よし。盗みのせいよ。別に盗みをしたつもりじゃないもんね。ネタ特にな、女の人いつまで着替えしてるん。確かにいつまで着替えしてるんやろ、わかんないや。よいしょ、なんかこれ買えるかな。あー、ここでも魔法の鍵もらえる。ありがとう。やった。雨となんたらが重なるとき、やっぱそれは一緒なんだな。ちょっと怖いな。なんか祈られた。教会で祈られた。ネタないなら叫ぶから、シュワーハーって。あ、ここでなんか回復するんだ。ちょ、何いた。よくここまで入ってきたな。おのしならガライの墓に集まる魔物たちも倒せるかもしれん。ガライの町行き、暗闇の壁を押すがいい。墓への道が開かるか。どこ ?32?18? ギリギリじゃねえか。だいぶギリギリだったな。暇やな。暇なら何をどうしようか。暇なら。どうしようかな。なんかここのいついつどんな、なんか話題っていうか、なんかなんだろう、ヒント欲しい。なんかヒント欲しいです。ネタ台から符号じゃない、符号じゃない。あ、すごい、どんどん進める。すごいよ。昔は遥か南の方のドムドーラという町を旅をしたのだ。ガライの墓、さっきも出てきたな、ガライの墓。剣琴の音色は魔物たちを呼び寄せると言います。行くのはやめておいた方がいいですよ。ガライの墓の入り口って何なんだろうな。意味なかった。開けたのに全く意味なかった。ガライの墓の入り口どこだろう。銅の剣、630ゴールド。松明なんだ、松明か。どうせ世界は滅びてしまうと、今更お金儲けするとは思わないぜ。悲しいこと言うなよ。どっちがいいんだろう、鋼の剣と銅の剣、どっちがいいんかな。ちょっと一旦武器屋で見てみようか。バスケうまいねが照れる。なんか結構簡単なことだったな。弱いな、銅の剣。他はないかな、特に。じゃあガライの墓っていうのはどこかにあるのか。入り口どこやろう。わからんな。でも結構レベルとかランクも上がってきたし、ちょっと下の方行ってみよう、頑張って。あ、違う、まだ右上の町があったか。右上の町行って、右上の町行けないかな。汗になれるのかな。えい。妖精の笛、メルキドの町行ってみるがいい。なんで、メルギドの町はどこだ。メルギドの町はどこ。
キメラの翼アッキー。2個ぐらい持っとこう。幸せになりたいです。十分幸せそうですからね。南の海辺の洞窟の中で美しい女性を見たので、しかし洞窟の中で怪物が美しい人がいるわけがありません。気になるな。それなんかありそうだな。なんだ、出るんかい。あー、さっきの人の話聞けなかった。鍵あと2つだしな。メルギドの町はどこ。ちょ、いちいち、名称覚えてねえからな。ちょ、美しい女性がいるっていうので、さっきのここの洞窟をちょっともうちょっとしっかり見てみよう。お、なんかあるよ。いったー、なんか、いけた。嫌な予感、嫌な予感、なんか嫌な予感、すごく嫌な予感なんだけど、ちょっと。美しい女性の前になんかよくわからんモンスターいるよ。絶対こいつ強いやん。